ジオのんべんだらり。はい、みなさんこんばんは、のんべんだらりです。こんばんは。こんばんは。こないだ潮干狩りに初めてじゃないけど、家族で初めて行った。うん、今まで友達の投稿で潮干狩り行きましたとか見て、行きたいなと思いつつも、ちょっとあまりなんかこう行こうかっていうのがなくって、うんうん、子供の時から行ったことないの？子供の時はね、お父さんが連れてってくれて楽しかったけど、でもいざ自分が親になるとどこへ連れて行けばいいのかわからない。あ、確かに。そうそう、うん、それで私が最近伊勢とか熊野とか尾鷲とかそっちに行った時に、海が近いと結構海岸に車を止めてそこでこう休憩したりとかするの、うん、でそこでこないだ、あれは伊勢やな、伊勢の時に海岸行ったら結構潮干狩りしてる人がおって、へえ。でもめっちゃな、ここで貝を取るのは違法ですってめっちゃ書いてあるの。書いてある書いてある、看板で取るね、時々ね。でもめっちゃ取っとんのみんな。で、行ってみたん。うん。で、行ったのは、うん、川越の高松干潟。そう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 。うん。ふわそうだね。ああいうとこに行くと駐車場がないのがすごい不安で。ああ、駐車場あるんや。駐車場あったん、そこは。うんうんうん。駐車場に止めれなくっても、うん、まあ、テープ沿いにちょっと路中とかもできるような感じで、うん、で、まあ、足を洗うとことかトイレとかもあって。あ、そうなんや。結構綺麗な。へぇ、そんな取れやん、無料のとこやでさ、そんな取れやんと思って、うん、まあ、ちょっと楽しむ感じで。長靴？ B さん。B さん。うん。で、結果 B さんは、もう無駄、裸足。うん、そうやね、うん、そうなるよね。そしたらさ、やっぱなんか、うん、干潮に行くと水がバーって引くから、なんか沼地みたいになるんやね、うん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 、でそこでさ、本気のおじさんがおって本気のおじさんは長靴の洋服みたいなの着とるわけ。つなぎのねだけどさね、めっちゃでっかいバケツと、うん、すごい大きななんかこう長い熊手みたいなやつ、うんうんうん、でそれ持っとるめっちゃ本気の人、まあそういう本気の人いっぱいおったんやけど、うん、バチャーンって音がしてみたらその人ボケのでちょっもう顔もっていうか、バチームみたいに長いさ、長いつなぎのゴムの服だから、うんうんうん、起き上がれへんのね。そう、重いでな、あれめちゃくちゃ重いでな。で周りの人が大丈夫かとかってちょっと今っとか言って、全然知らん人の助け合いみたいな起こしてもらわんとな、起き上がれへんもんな。まあこれ全然余談なんやけどよっぽど印象的やったやろなそうやん、ちょっとまだヤドカリ出てきてないもん、ま、出てきてない、ヤドカリの話までたどり着かへんで待ってしまうよ。で、まあ、貝とっとくと、うちの小学校4年生の子供は、もう貝をちまちま取んのめんどくさいって言って、うん、どうして取んの？ヤドカリに走ったん。あ、もう貝をやめた？やめた、もうすぐやめた。何個ぐらいで終わって、うん、魚が泳いどる、その魚取ったり、うんうんうん、カニもめっちゃおるで、カニ取ったり、うん、で、ヤドカリ取って、集めて、それを、なんていうのかな、ヤドカリ御殿を作るって言って、はい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 、うんうんうん、ヤドカリが逃げやんようにこうなんか用品立てて、うんうんうん、でヤドカリをね持って帰ってきたん。貝も取れたんやろ。貝も取れたけど、うん、もうなんせ貝の種類なんてアサリしか知らんからさ、そんないろいろ取れるんやね。あのね、出てきた貝で私が調べてわかったのは、うん、一番多く取れたのが何やった、アケビやろ。そうそうそう、シシビは、うん、たくさん取れたのは取れたんやけど、うん、あ、すごく調理が難しい。で、それはもう一回戻して。うん。あ、結局砂抜きせんかったん？あのね、それもちょびっと持って帰ってきたけど。うんうん。まあそんなにうちら親しか食べへんから、子供も食べへん。そうやな。うんうん。だいぶ戻して。うんうん。で、もう帰ろかって言った帰り際に、もうだいぶ浅瀬っていうか、そんな干潟にならんくてもわかるような波。うんうん、みたいなとこにアサリとハマグリと、へぇ、チヂミと、すごい、
もうほんと夫婦二人分ぐらいは取れて。へぇー。でも一番取れたのはやっぱ、宿かり。そんなに多いの？何匹？だって厳選して持って帰ってきて7匹やで。いや、5点の中はもう密やん。もうすごかったよ。え、宿かりはさ、食べようと思ったら食べれんの？えー、いやいや、質問いやー、ちょっとどう？あ、でもさ、身がないんじゃねえかい？エビセンみたいな。だって甲殻類やし、素揚げとかええかもしれない。ねえ、でさ、ヤドカリをさ、拾って持って帰ってきて、うん、で、ヤドカリって殻をかぶっとるやね、うん、お家、うん、あれを取材するから、余分に、うん、空いてる殻がいっぱいないと喧嘩になるっていうのを聞いて、うんうんうん、で帰りに、ディオワールドで殻を買って帰ってきたん、うんうんうん、で殻と一緒にそのヤドカリバーって入れたら、うん、とりあえずみんなヤドカリがなんやこの殻めっちゃかっこええやみたいな感じでうわとりあえずみんな一回入る。え、それ出てきた何殻かぶってない状態も見れるの？見れる。一瞬？もう一瞬。あのね、ヤドカリの手で体を支え、うんうん、だから前は動かない、うん、後ろだけヒュッて後ろだけシュッて、すごいね。ほんと一瞬、なんか後ろはめっちゃ短い、うん、ヤドカリの手があり、後ろなんどうなっとるのか、昆虫っぽくなっとるわけ、全然わからん。そのサザエみたい。おお。でもくるくるはそんなにくるくるしないの。サザエみたいな巻きはないの。ちょっとニュルっとしたもの。そう、ニュルっとした感じ。おお。ちょっと想像がつかんのは。そうなのよ。いい殻をかぶってると喧嘩になるのね。そのいい殻の基準は何な、大きさ？うん。どういう。なんかヤドカリの会話ね、これ。来た聞こえるの？聞こえるんや、もう。おっさんには聞こえんのな。あれ、お前いい殻かぶってんじゃん。それどこで見つけたの？え、貸せよ。ほらほら、脱げみたいな。ほんと、聞こえるの。うんうん。結構じゃあみんな血の気がちょっと多い感じだよね。うんうん。あの、海のヤドカリって右手が大きく、左手ちっちゃいの。みんな？みんな、右手が大きいの。スポンジボブ見たことない？はスポンジボブに出てくるヤドカリの人は多分片っぽしか大きくない、うんうん、あ、ほんまや。はあ、そうやな。そうや。で、そのでっかい方で押したり、こうドンドンってやって殻買って。はあ。なんか噂によると何でもええんやろ、殻じゃなくても入るらしいっていうのを聞いたことあるよ。あ、でもね、フィット感が大事なんて。はあ。大きすぎるとガバガバするから、あ、入り口が狭くて、うん、で、ちょっと巻きがある方がいいみたい。あ、じゃないと多分歩いとる時に脱げてくるから。何で固定しとんやろね。だ、このサザエの苦い部分あるやん、うん、うん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 、あそこめっちゃ筋肉発達しとんのちゃう。それ学会で発表できんのっちゃう。え、さかなクンいけるかな。うん、ヤドカリくんになったら、ヤドカリちゃんになればいい。帽子作ろうか。毎回ちょっと間違われるかもしれんけど。ほんと、ちょっとな、色合いでな。はあ。でもその何匹かをもしかしたらなるかわけが、あ、さとこに。もうね、やっぱね、7匹はみんながどこかで絶対喧嘩。そう、スペースがやっぱり狭いからなんかね、水槽が。そうそう、今はあの水槽を2つに分けて、うん、3、4に分けた、うん、で、うちはもともとそこら辺のドブで拾ってきた魚もおるから、うん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 、水槽が3つあるのよ。で、モーターも3つあって、もうコンセントのタコ足すごくて。もう、お迎えする用意は揃っとったわ。大丈夫やった。ああ、よかった。
ブクブク使えた？コンセントは入れてないけど使えるはずなん、うん、でも使えやんかったらディオワールドに走るわ。もう新しいあの貝殻も買ったらなあかんし、貝殻付きでお渡ししますのでいくつかもらえるんやでね、ヤドカリもね、海ヤドカリと丘ヤドカリっていう2つ種類があるの。で、丘ヤドカリは水の中では住まない、陸地に住んでいるヤドカリ。砂地の上を歩いてるのは丘ヤドカリで、で、海で取ってくる海ヤドカリは水の中に住んでるからブクブクして水溜めて、なんか違うみたいよ。今堀家におるのはどっちヤドカリなの？海の方のみのみ。じゃあブクブクがいる。そうそうそう。で、丘ヤドカリの方は、うん、あったかくないとダメで、多分でヒーターとかがいるの、温泉とこれは結構大変やね。はい、質問です。はい、ヤドカリは性別はあるんですか？なんやろ、なんか女子は左手のが大きいとかあるんかな？繁殖させたりできんのかなと思って。どうやって増えんのやろ、分からん。あのさ、うん、ドブによる、何あれ、シジミじゃなくって、アサリじゃなくって。寝た。わかるよ。おるおる。寝た。タニシ。田んぼに大発生するやつね。うん、あれって、うん、1匹おったら、うん、なんか水草とかについとったら、なんかやたら、うんうんうん、困っとるよね、外来種のやつ。でもあれってさ、出て増えんの？でも卵。卵か。あの、ドブのさ、縁っこに赤いブチ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 ってなって、あれやろ？あれはさ、うん、ちゃうの？あれはあれやん、ジャンボタニシやろ？違うの？ちっちゃくて可愛いタニシ。あの赤いブチブチとは違うんや。あいつはもう知っとんの？知り合い？なんともならないつな。いやで、なんか田んぼの人たちさ、もうあの赤い状態をプチャプチャって潰しとるやんか。なんでピンクなん？おかしない？すごい色やよね。私が今着とる T シャツみたいなのしょ。そう、本当に3枚これやとちょっと赤い、そっちやな、こっちこっち、うん、そうそう。で、うちの家の前の川はヌートリアが出た。いよいよ。ヌートリアって何？イタチ系のものやんな。カピバラ、うん、みたいな。カピバラに近い、そういうやつなんや。うちの子が、お母さん、カピバラがおったって。すごいね、でもヌートリアかどうかがわからんわ、パッと言われて。あ、それがすぐわかったの？うんとね、ネットで川、カピバラって調べた、うん、そしたらヌートリアが出てきて、まあ、げっ歯類やな、うん、きっともうげっ歯類は勘弁してほんとにげっ歯類っぽい顔しとるもんね。あかんよ、げっ歯類。こう夜中にげっ歯類の話したらあかんよ。あかんね。なんかやってくるよ。じゃあね、また呼びましたかって出てくるもんね。私が有名って言われる沖縄の占い師さんに見てもらったら、あなたの家の西側の裏手のところにカピバラみたいなのがいっぱい飛んでついてるわよって。取り付いてるって言われて怖い怖い。だからカピバラはあかんね、うん、もう思いっきりげっ歯類やもんこれ可愛いけどな、可愛いけど、うん、かなりの主張やよ、歯は。前歯はリスみたいやね。んリスみたい、うん、リスってげっ歯類なん？あかねちゃん取るよあかねちゃん、それヌートリア取り付いとるよ。似てる、やばいよ。来とる来とる、男や、もっと怖い。取り付いとる、取り付かれとるわ。やばいやばいやばい、なんかもう時間やわ、もうそんなんだというわけで、はい、新たに
はい、猫2匹、うん、魚3匹、うん、ヤドカリが7匹増えました。7って、はい、何なんですか、うん、ね、すごいね、すごい、また何か可愛い生き物がいたら教えてください。はい、どこや、いや、まだやっとる。ウルトリアが夢に出るな。はい、夢に出る。はい、ということで、ごきげんよう、また来週、また来週。